はい、チャオ神岡です。今日はですね、えー、いよいよ FOMC がですね、えー、今夜、えー、会合が開かれまして、金利を上げるのか、上げないのか、そしてね、え、バランスシートを今、お金をジャブジャブ。 米国の市場に流してますので、えー、それを止めるのか止めないのか、どのぐらいバランスシートをね、縮小させていくのかと、このあたりを話し合われると思われるんですけども、一応市場のね、コンセンサスは0.25の金利の上昇ということで見込んでいます。で、それ以外にもですね、ロシアの、ロシアのデフォルトであったりとか、えー、中国のですね、えー、 その株価の上下の動きですね、えー。パンデミックによる影響だと言われてますけども、おそらくアメリカの圧力もあると思います。さらにですね、えー、ウクライナとロシアの和平交渉の行方と、このあたりがまさにですね、惑星直列のように今並んでる状態なんですよね。えー、こんなに、えーまあ、不確定要素がですね、横,列に横一列に並ぶことってめったにないと。 思います。なので、この状況が良い,い方に向かえば、もしかしたら、こっから反転して、大きく上昇していく可能性があります。まあ、これはね、ナスダックが先行して下げてますので、これが反転の機運が、もし見られるんであれば、別にね、えー、S&P500 も、ニュー、ヨークのね、ダウも、ナスダックの動きに、えー、まあ、連動して、また反転して上がっていくってことが十分考えられます。 逆にですね、NASAC がこれをね、えー、悪材料と見てね、これらの動きをですね、えー、惑星直列によって、えー、もうダメだとなった場合は、3、えー、段下げに突入していくと。 だこの4つの動きとプラスして、ナスタックの大きさを見ておけば、もしかしたらね、えー、今後の反転か上昇、反転して上昇するか、3段下げに行くかというのが多分分かってくると思います。このあたりをね、今日はチャートを使いながら説明をしたいのと、この4つの惑星直列ですね、えー、この予測を行っていきたいなと。 三焦点、えぇ、ー、維持バイアスいうですかね。三焦点、えぇ、ー、維持バイアスだったと思うんですけども、心理学でね、えー、行動ファイナンスでそういった考え方があって、まあどちらにしても、どっちに行くかわからないと時は、あまり期待をね、込めて上に必ず上昇すると思い込んでもダメですし、えー、大きく下落をしていくんだと。で、そう、恐怖しすぎてもダメですね。常に自分をニュートラルの状態に保って、ねえー、いるっていうことが大事です。 まあ今から話しますけども、結局はね、えー、相場についていくしかないので、あとは皆さんの方でいろいろね、参考にしてもらえたらなと思っております。 で、この番組、この番組で,メディアではですね、ごめんなさい。この番組では、チャンネル登録者向けにですね、えー、こういったつなぎのやり方であったりとか、うねりの投資方法、それからね、テクニカル分析などですね、えー、その期間限定の動画をですね、アップしています。もうこの辺りは全部もう削除してしまっていますが、今後もですね、ライブとかそこをね、お届けしていきたいと思っておりますので、ぜひ、えー、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。基本的には全て無料になってますので、よろしくお願いします。ということで、まずは冒頭で話す通り、 まずは中国がね、えー、株式市場を安定させるということで発言をしたということになります。まあ、これによって交換されて、えー、中国株、またね、上がり始めてますが、まあ、不確定要素中国も多いですよね。まず成長力が鈍っています。これは、えー、まあ、まだ人口が、まだ人口ボーナスって言って、 増え続ける過程にあるのでね、えー、バブルの時の日本と同じような形で、まあ経済はしばらくね、えー、底上げされていくっていうまあ予感はありますけども、一方でね、アメリカとの貿易摩擦、それから、えー、徹底的なアメリカのですね、えー、封鎖対策によってね、経済がちょっともしかしたら先行き怪しい可能性があります。 でそうした中で、強力なね、リーダーシップをもとに、まあ、それはまあ、いい悪い別に置いておいてね、経済を進めてきたので、どっかでね、肩が外れるって言いますね、ガタが来る可能性がありますよね。例えば、不動産バブルとかね、過剰な投資によって、これまでずっと不動産に投資をしてきたところを、はしごをね、米国によって外された場合は、一気に下落をすると。 あとね、ここから少子化になっていく,いく中で、大きな各社社会になることによって、不安とか不満が募って、えー、政治不安定になっていくとか、まあ、いろんな要素があると思います。それから、まあ、軍事にものすごく予算をつぎ込んでいるので、えー、それによる歪みっていうもの,ものももちろん生まれてくると思いますし、えー、それ以外でいろいろ考えられますよね。パンデミックによるさらなる拡大ということもあると思いますし、えー、あとはね、えー、もし EU が仮にね、 えー、この、ロシア、ウクライナ問題の中で、しばらくお落ち着いたときたときに、本当にこのまま、中国に対してまた、正常の取引に戻るかどうかっていうところもあります。これは、かなりニュータウに話するので、別にそうなってほしいって言ってるわけじゃないですよ。もちろんね、えー、僕は、その、中国の人の、まあ、日本の友人もいます。別に、それがいい悪いとか置,置いといてね。 えー、そういった意味では、良い,い悪いとかじゃなくて、まあ、ニュートラルに考えた場合に、果たしてね、EU がこの苦しみ、それから危機的状況ってものをクリアした後に、もう一度中国の危機っていうものを見直す可能性がありますよね。今まではドイツとかハンガリーとかイタリアっていうのは、あまりそういったことに積極的ではなかったです。むしろオーストラリアとかはね、えー、国が近いので、かなり中国に対しては、仮に自分たちの赤字、例えばね、えー、貿易赤字になっても、ねおお、太い取引先だったわけですよ。お輸出輸入のね。 肉とかを買ってくれると。それを、まあ、ある程度放棄してでも、オーストラリアは、えー、中国に対して警戒を高めますよね。ただ、欧州っていうのは今まで遠かったので、まあ、我々のね、えー、まあ、身近に中国を感じているのとは別に、それほど危機意識を持ってこなかったです。ただ、今回のことで、自分たちの目の前で、紛争がね、この21世紀で起こると。で、多くの人が難民として、えー、ね、日本、その、ポーランドとかドイツにやってくるっていう中で、果たして、 このままで遠く感じた中国の脅威を、そのままね、あまあ大丈夫でしょうと思うかどうかっていうところですよね。この辺も中国はもちろん警戒をしているので、えー、ロシアに対してね、それほど今積極的になれないといろんなねこういった複雑な要素がありますが、仮に EU、ね、までもが中国に対して、えー、今後二の端を踏む、もしくは距離を置くということになった場合は、えー、大きな中国、 市場の下落っていうことも十分考えられるんじゃないかなと思います。まあ、この辺りはまず一つ目の要素ですね。今のところまでも、あの、経済優先っていうことで中国考えてますしえ、株価はまた上がっていくってことですが、まあ、余談は許さないですよね。そして冒頭で話した FOMC ですね。この辺りの状況がどうなっていくのかっていうのもしっかり見定めていく必要があります。おそらく0.25ですね。えこれで、ま、確定がされるんじゃないかなと思いますが、まさかね、高波になってここでいきなりね、パウエル議長がね、高に 変身みたいな形でね。えー、いきなり0.5とかね。モアナですよ。モアナの、知ってますかね皆さん。ディズニーのモアナ。モアナのと海ですかね。不思議、モアナと不思議な海っていうね。えー、まあ、ディズニー映画があるんですけども、まあ、タカとかに変身するんですよ。 そのモアノを助けるね、神様がね、まあそんな感じで急に高に変身して0.5とかね、言ってこない限りは、まあむしろこれが材料出尽くしで僕は上げる要素になるんじゃないかなと思っています。個人的な見解ですね。つまり惑星直列の中でのプラスの要素になるんじゃないかなと。一方で今のところそう、いろんな不安の要素を話しますけども、今後は中国そういった意味では先行く不安定になる可能性がありますが、 今のところ株がプラスに転じているということで、これもまあ一応ね、惑星直列の一つの要素としては、えー、いいでしょうと。プラスになっているかなと。で、あとはロシアのデフォルト問題ですよね。えー、一応国際金融的には、それほど影響が与えないと言われてますが、我々はね、えー、まあそういった意味では、不安と恐怖、そして欲望ですよね。このあたりと戦ってますよね。それから買わないリスクですよね。持たざるリスクっていうんですけども、 でそういった、まあ、その、強欲などと戦っています。そういう意味では、もし仮に今夜、ね、16日に、えー、まあ、デフォルトが通達されて、ルーブルでね、我々は、その、 受け、えー、受け取らないですよっていうことを、まあ、債権者たちが言った場合は、一応ニュースでは、えー、翌朝ね、えー、おそらく明日ぐらいから、ロシアついにデフォルトと、事実上っていう、まあ、冠がついた上で、えー、出ると思います。それがどのぐらい、あとは死況ですよね。それから金融に対して国際的なですね、悪影響を与えるのかっていうのはまだ未知数なんですよね。で、このあたりはちゃんと見定めた方がいいかなと思うんですが、同時にですね、えー、今、和平交渉が大詰めになってきています。 で、当然、ロシアも経済的な危機の中で、何、えー、とかね、えー、これを脱したいと。じゃないと、おープーチンさんもね、えー、プーチンも今の体制をね、ギリギリのところで維持できないという判断があると思いますので、もしかしたらですよ、今夜、もう朝起きたらですね、えー、和平交渉成立みたいなニュースが出ている可能性も視野に入れておいた方がいいんじゃないかな。で、えー、そんな急展開あると思うかもしれないんですけども、ロシアとしてはね、当然交渉のカードですよ。 もう、低徳の決断とかね、やった人だったら分かる通り、もうカードがあるわけですね。そのカードを一枚一枚ね、えー、こう、繰り出してきてるわけですよね。交渉のカードをね。当然、ね、えー、デフォルトの寸前でもし仮に、えー、どうしてもデフォルトさせたくないと思った場合はですよ。えー、そのデフォルトをね、えー、ちょっと待ってほしいと。これはあの いわゆるそのリスケですよね。当然リスケって方法もありますので、えー、例えばね、我々日本でも中小企業が債権をね、えー、まあ払えなくなった場合は銀行にリスケを頼みますよね。個人でもそうですよね。大きな不況の時に国が支援して、えー、不動産のね、えー、そういったマンションの抵当に取られる前にまずはリスケを依頼することができますよね。ロシアの場合もおそらくリスケという方法もあるんですよね。もちろんそれは有効的な銀行とか債権者との関係があった上です。で 仮に和平交渉の中でリスケっていう判断ですよね。今凍結されている資金を一部ね、えー、解消してもらう代わりにリスケを行ってもらってリバラに回すと。これは EU とかね、えー、まあほとんどその銀行は、ね、EU 含めて日本、アメリカになりますので悪くはない話ですよね。ちゃんと和平をしてくれればと。この辺がおそらくもうその大詰めに入ってるんじゃないかなと。その地下の地下のかなり地下の方でですよ。我々が見えないところで。 えー、という中でのウクライナとの、ウクライナの今の状態なんじゃないかなと。もちろん、あの、決裂する可能性もありますし、どうなるかわからないんですが、まあ、ルーブルのね、え債、ー、務不履行っていうのは、もう、そういうものがね、えー、成立しなければ、おそらく実行されるでしょうってことで、いよいよね、ロシアの事実上の、まあ、倒産が近づいていると思います。で、今のね、えー、ロシアと同じように、過去に、えー、現地通貨ですね、えー、ボリバルって言ってね、えー、その自分たちのお金で払うといって、 え、まあね、世界中からソップを向かれた国があるんですよね。それが、ベネズエラですね。あの、悪名高いベネズエラということで、今ね、また表舞台に出ようとしてます。それはロシアのおかげなんですけどね。ロシアがこれだけ、ね、世界からソップを向かれたので、じゃあ、ベネズエラね、えー、代わりに出てきてよと。産油国なんですよね。だから、その時は、ベネズエラもね、えー、まあ、自分たちのボリバルでね、え、債券払いますよっていう強行をして、えー、世界のね、産品国に結局数年後になっちゃったんですね。まあ、世界中の金融資本が、 え、逃げていって、しかも信用を失ってしまったということになります。今回のロシアがなければね、アメリカもね、えー、ベネズエラとわざわざ多分交渉はしなかったと思います。まあ、そういった意味では、ロシアがこれから辿る道っていうのはまさにこっちに向かっているので、えー、かなりね、えー、ロシア国民や経済にとってはダメージがやっぱり多いと思いますよ。仮にウクライナをね、えー、これでまあうまくいかなかったとしたら何も得るものがない。むしろマイナスしかないってことになるので、まあ、非常に厳しい今回ね、えー、まあ選択をしたんじゃないかなと思います。 何の得るものもないのでね、収穫がないということになります。でね、えー、ルーブル払いは、ま、債務不履行で、もう、フィッチってね、格付け会社ですよ。おもう、もう、ジャンク債に扱ってますからね。ジャンク債というのはね、えー、価値なしっていうことですよ。もう、こんなものは紙くずだっていうふうに、一応扱ったということになってますので、えー、あとはね、どうなっていくかってことですけども、まあ、ロシアの財務省は、国債の利払いをもう支持して、一応準備はできてますよと言ってます。 あれじゃあ、ね、デフォルトしないんですかっていうと、そんなことではなくて、ルーブルで払いますよってことですよ。今ね、価値がどんどん、ね、なくなってきてるルーブル。で、しかもルーブルっていうのはね、えー、もちろんちょっと今ね、えー、維持されてます。そこまで急落しなかったんですけども、実際に、ね、ロシアが買い支えている可能性があるのと、ロシアは金利を、ね、えー、そのルーブルを買い支えるって言いますかね、支えるために、 7%くらいかな ?8% くらいかな ?20% で上げましたからね。金利20%でなんとかルーブルを保っているという状況なので、果たしてこの20%をね、えー、もっと下がってくるようなことがあったらね、債、えー、務不履行で、今度30%とかに上げられますかともうこうなったら、もう、例えばね、皆さんも借金してる人はわかる通り、まあ私もね借金してますよ。会社経営のためにね。いきなりですよ。金利1%とかで優遇されてる金利が20%、30%になったらもう無理ですよね。 えー、こういった今状況になっていると、ロシアの方はね。だから、倒産が続きますし、家を手放すとか、今後増えていくでしょうね。えー、借金を捨てる人はね。だまあ、少なくとも、もう、あの、健全な会社経営とかできないですよ。一旦みんな畳むっていう状況なので、まあ、かなりそういった意味では、やはり経済力は凹みますよね。で、EU はね、あと、このロシア産に向けのエネルギーに対して、今まで依存度高かったわけですよね。えー、特にドイツ、ハンガリー、 イタリアとかは高かったのかなえー、ほとんどまあ、ドイツなんかは80、80%ぐらいね、えー、ロシア産のエネルギーに依存していたのを、今回ね、それを足元ね、乱れましたよね。で、おそらくドイツは、えー、ね、えー、ロシア側につくだろうと、そんなに強気に出れないだろうってことで、ウクライナ侵攻をね、呼び、呼び寄せてしまったところもあります、ドイツ。なので、今度はね、ロイス、おそらくドイツを中心にして EU が、もう27年までに、もう、ロシア産のエネルギーは、 完全にゼロにするってことですからね。これすごいですよね。もう EU はもうロシアからエネルギーは買いませんと。で、ロシアっていうのはね、自給自足で一応小麦とかね、そういったものは生産できてますけども、それ以外は全てエネルギーで保、保ってるって言いますかね、持ってる国なんですよね。石油と、あの、あれですね、えー、天然ガスと。これらを EU がね、えー、買わないってなると、もちろんそしたらね、えー、中国とか他の国に売るとしてもですよ。やっぱりそれはそれで非効率ですし、隣にあるからね、 効率的に、まあ、ものを供給できるわけで、やっぱりそのね、エベレストを超えて、じゃあインドに持っていくんですかって、まあ、できなくはないですけど、やっぱりなかなか厳しいですよね。えー、コストがかかるっていうところで、まあ、それなりに、まあ、えー、痛いということになりますので、まあ、さらに、えー、ロシアのポジションって言いますかね、経済的なダメージは大きくなるという方向しかもうないっていうことですよね。っていうことを考えるとですよ、ちなみにこれがね、天然ガスの、かなりの高騰してます。 これはまあ、ロシアの供給不足っていうことと、ロシアの依存度ですね。えー、まあ、欧州は天然ガスはもうロシアがほとんどと、まあ、ほとんどではないですけども、ノルウェーとロシアで、えー、もうほとんどですね、になってるっていうことになってますので、これをゼロにするってことなので、まあ、ノルウェーとかね、他の国々はそれは嬉しいでしょうね。カナダとかもね、一応ガ,ガス、 あの、産出できますので、まあ、漁夫の利を得るっていうことになっていくんじゃないかなと思います。で、この辺を、まあ、止めたいとロシアは考えるでしょう。それはね、えー、もうこの後、ウクライナの今のね、選挙もうまくいかないでしょうと。と僕はまたね、それは情報収集してますけども、前でお届けした状況よりもさらに実は悪化してます。今までね、えー、そういったロシアのね、60キロ近くの、まあ、軍列ですよね。えー、散壊して森に隠れてるんですけども、まあ、森に隠れれば隠れれば、 隠れたで、今度は核攻撃破ですよね。そもそも、ウクライナ軍っていうのはね、えー、もう軍列ではなくて、友軍としてね、ホワイトベースみたいなものですよ。えー、何千何万っていう友軍に分かれて、各一チーム、おそらくコマンドのね、えー、軍曹を中心にして、10人ぐらいのね、えー、チームでもうは動いてるわけですよ。それはね、ロシアの方がもちろんね、えー 飛行機が飛んでいますし、えー、場合によってね、遠くからミサイルが飛んでくる可能性があるので、まあゲレラですよね。そうした中では、ね、もうカッゲヒの、もう、もう絶好の標的になってしまうので、まあむしろね、悪手に次ぐ悪手をやってるんじゃないかな。じゃあ逃げようと思っても、これから春でね、えー かなりドローンになってね、えー、動きにくくなりますよね。まあね、一つの戦車であっても今は、まあ、50トンぐらいありますので、これね、足を取られてね、動けなくなっている戦車みたいなものもどんどんでき出てきてますよね。そうすると捕獲されるしかない。要はね、ロシア軍に、まあ捕獲されて、 とカくっていうんですけどね。えー、まあ自分たちのね、兵器にされてしまうと。まあそういった兵器がもう続出してるって言いますよね。ロシアはどんどん兵力を奪われる一方で、ウクライナのね、兵器がどんどん増えていくっていう、まあそういった状況になってます。おそらくですよ、これちょっと次の動画で話しますけども、大反抗があるでしょうね。まあドイツでいうバルジの作戦のような大反抗です。あのー、 ウクライナ側がロシアに対して一斉攻撃をするという日がおそらく近づいていると思いますね。僕が、えー、ウクライナ側だったら、もしくはね、えー、それにアドバイスするような人間だったらこのタイミングでやりますね。えー、各ね都市に対する大反抗と一撃の反抗作戦を行うというのをおそらくやると思います。この和平の。 この交渉の間にね。別にそれはロシア側もミサイル撃ってるので、この間もね。別にそれはそれで悪いことじゃないです。ロシア側が攻撃止めてれば考えますけども、そうではないので。まあ、そのタイミングも近づいてるんじゃないかなと思っています。だからこれはちょっと次の動画で話しますけども、そういう意味ではね、S&P500、この惑星直,直列の中で、当然ロシア側は交渉したいと。自分たちの経済をこれ以上悪化させるのは、まあ、良くないですよね。えー、先行きがなくなるので、先、先がなくなるので、この辺も踏まえて和平交渉してるんだったら、今夜、 とか決まっちゃう可能性もあります。これはもう希望的観測を話してますよ。そうするとどうなるかというとデフォルトもなくなるということも十分あり得ます。そうすると惑星直列,直列で、むしろ全てがまあ白に変わるんですかね、今まで黒だったものが。で、株価が大幅にね、えー、こ,こから上がっていくっていうこともなくはないかなと。 思っています。もちろんこれはね、僕のあくまで希望的観測なので、まあその辺は考慮して聞いてもらいたいです。まあエンタメとしてね、少なくとも聞いてもらえたら一番いいんですけども、ただ今んところね、えー、S&P500、まあ昨日、昨夜上がったとしても、えー、下落トレンドの最中であることは変わらないです。短期で上昇トレンドにもなってないですね。S&P500 もずっと下落トレンドのままなので、まあ今夜次第かなと。今夜爆上げすればね。 まあ分からないですけども、一応先物は上がっているので、まあ期待しておこうかなと。なぜかというと僕はもう買いポジションに転示しているのがね。一部資金ですけども。で、今のところね、えー、この4200のところまで来ているので、僕はね、S&P500 の連動株式型 ETF を一回買ってるんですよね。もっと下がればね、4100のところで買っていきたいんですが、まあちょっとついたんですもう髭のとこって買えないでしょ、実際にね。 ヒゲはね、もう除外して考えた方がいいです。こういった場合はね。あ、ヒゲでなんかね、4100まで下がってるんじゃないですかも。ヒゲで買えてる人ってまずいないので、えー、まあ、そういった状況になってます。下がれば下がるで、まあね、安く買うので、えー、それはそれでチャンスが、えー、増えるというだけなんですけども、でナスダックはね、さ、え、ら、ー、に今ちょっと下がりて、強く下がってる状況なので、ナスダックが反転すれば、えー、ニューヨークではそして S&P500 も揃って反転するとは思うので、まあ、今夜はここを見ておいた方がいいんじゃないかなと思っています。 はい、こういった形でね、先物は今上がってますので、えー、まあ、材料デスクシで上がりそうな、そしてね、えー、ロシア、ウクライナの情勢も、僕の希望的観測ですけども、好転してもね、じゃなければもう、ウクライナちょっと一大攻勢作戦を実施すると思いますね。このまま行ったらね、えー、それぐらいの士気が高いのと、おそらく志願兵もね、えー、まあ、 武装を終えていると思います、あのー、やっぱりね、えー、西側からね、確かポーランドかな、ウクライナの、えー、キエフに入りますよね、キエフの方にね。それぐらいまだルートが残されているということなので、完全包囲できてない。むしろ包囲できてないですよね、キエフに関しては。もうそういった意味では、格好劇化が始まっているので、えー、輸送、武装もキエフに関してはね入っていると思います。南の都市はちょっときついんですけども、 そういった意味では、えーまあ、志願兵、まあ、100万人がいるとしたら、そのうちの50万人に、えー、装備ですよね、えー、それから銃、それから、えー、防弾服というものが揃ってきていると考えると、あのー、バルジのような一大反抗作戦が今夜もしくは明日、このまま和平が成立しなければあるでしょうね。 えー、もちろんその場合はロシアも本気になるって言いますかね。えー、より、えー、強烈なね、えー、カウンターを繰り出してくると思いますので、それはおそらく爆撃になってくると思います。おそらく高高度からの爆撃ってなってくると思いますので、今それは封印しているのでね、ロシアもね。えー、まあ、できればそういった意味では、もうそれもロシアも,もちろん分かっていると思いますよ。この一大反抗作戦があるだろうということは。だから、それへのプレッシャーを感じて今夜和平が決まれば一番いいんじゃないかなと、本当に願っては。 います一緒に平和を願いましょうということで、えー、こちらの動画を終わりにしたいなと思っております。それでは高速で GO!